お父さんやお母さんとラグビーボールやバレーボールで一緒に遊ぶ子どもたち。全国で開催されている地域密着型のスポーツイベントが鳴門市で開かれました。ボールゲームフェスタは東京都の日本トップリーグ連携機構が主催する地域密着型のスポーツイベントで全国各地で開かれています。7月23日、鳴門市のアミノバリューホールではボールゲームフェスタ in 徳島が開かれ、多くの子どもたちと保護者が参加しました。イベントのアンバサダーを務めるのはサッカー元日本代表でサンフレッチェ広島などで活躍した佐藤久人さんです。佐藤さんが見守る中、普段は仕事などで忙しく子どもとゆっくり遊ぶことができないお父さんやお母さんも一緒にボール遊びを楽しんでいました。子どもたちがこのような活動を通してやっぱり遊ぶっていうことで、体を使ってもちろんボールを使って遊ぶっていうことがやっぱり何よりこう健康に成長していくためには必要だと思いますし、そういう時間をねやっぱりできれば徳島の子どもたちにもお父さんお母さんにも作ってほしいなと思って、はい、今日来ました。行われたのはバレーボールやテニスボールを使って自宅でも気軽にできるものばかりです。体を動かす楽しさを体験し、基本的な技術の習得や技術力を高めることが狙いです。普段使わないようなラグビーボールとか使って遊び方を教えていただいたのが楽しかったです。子供と遊ぶ時間作れたのが非常に良かったなと思います。どうでしたか？楽しい。このほか元日本代表選手らを講師に迎え、子どもたちはラグビーやハンドボールなど4つの競技を体験しました。ボールを扱うコツであるとか、体を動かす楽しさを味わっていただく機会を持ちたいと考えておりました。こうした機会を通じてスポーツの素晴らしさだったり、スポーツの楽しさを感じていただきたいなと思っております。子どもたちと保護者が一緒になってスポーツを体験したボールゲームフェスタ in 徳島。体を動かす楽しさを体験した子どもたちには、今後のスポーツライフを楽しんでもらいたいですね。